アラオザルは、ミャンマー奥地の山岳地帯。スン高原の恐怖の湖に浮かぶ星の島に存在していた古代都市。人類が誕生する以前の昔、リゲルやベテルギウスなどの惑星から飛来してきた旧支配者のロイガーとツァール。ツァールのみという説もある。がこのアラオザルの地下に幽閉されており、クトゥルフなどと同じく復活の時を待っているとされる。そして、諸説あるが体長1メートル前後の小人であるとされる長鳥人もかつてはアジア全域が戦争の最中であったため、このアラオザルに避難して拠点とし、住み着いたとされるが、一説によればロイガーとツァールがアラオザルに着いた時に蒔いた種から長鳥人が生まれてアラオザルに住み着いたとされる説もある。